では参りましょうか。これが皆様の努力の結果、愛らしい破壊の獣、霊障重工79式敵化大社、踏みつぶしてあげましょう。イズトゥーラセブンドライブ。皆様どうぞご覧ください。このたくましい砲と重厚なボディ、浴びせるようなミサイルの雨、お分かりになりましたね。あなたたちなど私の敵ではないことが。では参りましょうか。これが皆様の努力の結果、愛らしい破壊の獣、霊障重工79式敵化大社、踏みつぶしてあげましょう。イズトゥーラセブンドライブ。平伏せよ、崇拝せよ。これなるは神の意向、我が大社、我が指先の具現なり。霊障重工79式敵化大社、知恵ある者はひれ伏すがいい。イズトゥーラセブンドライブ。いいでしょう、拝謁を許可します。新山幽谷、経典道地、大山明道、天神地義、これぞ霊障天揺らす、宇都の鳴き声、八尾よろずの祝詞となり。じゃんじゃじゃーん、見てこの躍動、天を揺るがすエンジン、地を揺るがす迫力のムーブ、私守備に走りました。さあ支配してあげましょう。この度は召喚のほどありがとうございます。潜入、生産、商談、販売、人類の皆様のあらゆるニーズにお応えする NFF サービス代表、タマモビッチ・コヤンスカヤ・ヒカリ、ここに参上いたしました。え、なんで来た、相入れない敵同士のはず。それはまさしく、私もそこは永遠に忘れませんが、今回は少しだけ予定の前倒し。未来からやってきた万能美人秘書型バニーということで、毒を持って毒を制す、そういうのお好きでしょう。正当な報酬として遠慮なく。そうでなくては、優秀な人材には相応の投資ですものね。より強く、よりしなやかに、獣の魅力にクラクラします。剣道将来喜んで、私の神々しさがアップ、より可愛く、より確実にあなたをお守りいたします。もう一杯、この姿だとよりたくさんの魔力が蓄えられるようで、てへ。日々のノルマはきっちりこなす、基本中の基本でしてよ。サーヴァントである以上、上下関係はきっかり守ります。私、弱者を契約で窒息させるのが特技ですが、契約に従うのも嫌いではありませんの。だってうまくいっていると安心している方ほど、後々いい悲鳴をあげますので。マスターとの関係、どこまで行っても敵同士、ギブアンドテイクの他に何が。賜物前様でございますか。確かに私のコピー元、オリジナルにあたる心霊です。ですが
私はあくまで彼女の影。玉物前様が自ら切り落とした尾とは違うものです。感覚的に言うと、私は別の世界の玉物前、異世界転生した玉物前とお考えください。妖精国の女王、一度お会いしたくはありました。あれほどの国を作り上げた女傑ですもの、リスペクトしないはずがありません。さぞ冷酷で極悪な、おや、少々イメージ違います。始皇帝がいらっしゃる、しかも半分徒歩で来た。相変わらずとんでもねえ人類ですね。いえ、新人でしたっけ。ですが私は慌てません。なぜなら光の子ヤンスカヤ、あの方が悪と断じるのは獣の私なのですから。うえ、リンボさんもいらっしゃる、アンビリバボー。失礼、取り乱しました。確かにひねくれどぐされ猫かまっちょではなく、アシアドーマンといえば高名な陰陽師、戦力として申し分のないサーバントです。安倍の生命のかませですけど。ですが彼、以前のままではありませんか。不良品でしたらクーリングオフをおすすめします。おっと、以前の仕事仲間発見。鳥かごに閉じ込められて散々もてあそばれた感想をぜひお聞かせ。おや、失礼、セイバーの村正さんでしたか。それでしたら以前の私との関係も白紙に戻った状態。改めて仕事の発注などさせていただければ。好きなもの？とっくにご存知なのでは？人間たちの自業自得です。嫌いなもの？もちろん、不良債権と手堅い人生ですわ。冒険あっての人生でしょ？頑張れ、頑張れ。聖杯？商売がたき。ですね。NFF サービスは皆様の様々な欲望にお応えする人類のパートナー。欲しいものがあるという欲求と楽になりたいという願望は全く別のもの。何事も家庭あっての成功でございましょう。イベント中、つまり休日出勤ですね。報酬1割増しとなりますが、よろしくて。出撃ですか？では、土砂降りのような殲滅、参りますわ。私に従いなさい。それで全て解決です。マスターとの関係？神ですが、何か？私、心の底からショックです。あの善良な狩人テルさんまで近代兵器を扱うなんて。密かに、陰ながら、いつか名誉勲章をあげようとお慕い申し上げておりましたのに。うん、お慕いは慕う。ではなく、推しキャラの推しですので、そこのところよろしく。私、心の底からバーストです。あのやさぐれ狩人ロビンさんが、まだ古臭い戦法にこだわっているなんて。露骨に、光りながら、高笑いでマウント取って分からせる気満々ですので。その時は公平なジャッジお願いしますね。
お坂部姫といえば姫路城の怪異と聞き及んでおりましたが、夏にサバイバルゲームとはなかなかの近代趣味。私、興味が湧いてきました。姫サークルというのですか？それ、私も入れていただけます？千字村正、なかなかの刀鍛冶と見ました。太古より鍛冶師と神は切っても切れない間柄。あなたが望むなら私の社に祀る神剣など一振り。って、なぜそこで心の底から嫌そうな顔を？私、この通り光のコヤンスカヤなんですけど。好きなものは理解のある信者、そして潰しがいのある敵要塞。弱い敵に興味はありません。嫌いなもの、考えたこともありませんが、相場に手を出すのはやめておきなさい。頼れるものは実弾だけ。つまり私です。聖杯？まあ慣れないこともありませんが。いいえ、やはりあなたには不要なもの。願いは力で叶えるものです。そのための私、そのための玉も大社です。祭事中と見ました。広域制圧人類懲罰大御神、コヤンスカヤウェポン参りますわ。いかがでしょう。こちらが私の正式装備。人生というゲームを支配するディーラー、イノベーターバニーと名乗りましょうか。成功も失敗もカードの裏表。私の采配で天国から地獄への急降下、行ってみます。信仰、集まってまいりました。光のコヤンスカヤとは何なのか、あと少しで解禁です。スパイもバニーも趣味の姿。この霊気こそ私の真骨頂。お見せしましょう。これこそ人を罰する獣の剣王、戦器の大御神、タマモビッチコヤンスカヤウエポンなり。と、まあ今までは仕事でお守りしていましたが、これからは趣味。いいえ、新年でお守りいたしましょう。おや？どうなされました、マスター？そんなに弱ってまるでゴミのように。博打で大損、人間関係がこっぱみじん、信じていたものすべてに裏切られて一文なしに。まあそれはお気の毒に。高いところから低いところに一直線転がり落ちていく様は大変見応えありました。
こうなってはマスターも何もありませんね。ですが、私は決して見捨てません。さあ、この手をお取りください。どん底から這い上がるものこそ私の大好物。NFF サービスが、また、あなたを幸福の絶頂まで、ご案内して差し上げます。いいでしょう。アサシネイト、受けたまわりました。お客様、獲物はあちらでございますね。データは十分、手玉に取って差し上げます。完全敗北、よろしくて。イノベーション、始めます?ええ、そのように。失礼、こちらの話です。はい、NFF サービスです。もちろんお望みのままに。ご用件はいかほど?まあ大胆。最高品質でお届けしましょう。ジャッジメントでございます。人類殲滅、このように。後ろです。バック。本命こちらです。ロック。吹っ飛びなさいませ。目障りですね。ごめん遊ばせ。チェックメイト。ばらまきましょうか。スタート。ふっ、はっ、ブロウ。ワン、ツー、バディ。アンド、フィニッシュ。商談終了。飛び跳ねますわ、バディですので。ご相談は NFF まで。ああ、もう、最高!くっ、いまいましい。自由に振る舞いすぎたようです。商談失敗ということで。この恨み忘れません。いいですか、必ず取り立てますからね。仕事とはいえ私も女ですので、実利、成績、そして趣味を優先で楽しませていただきましたわ。契約を続行しますか。いい判断です。それでこそ私のマスターカット。愛らしいウサギに駆られる気分はどうですか。盗作的で癖になるでしょう。戦闘ですね、大好きです。打って打って打ちまくって差し上げますわ。女神モード降臨、たっぷり性能を披露するといたしましょう。光のコヤンスカヤ登場。雑魚の皆様、お覚悟のほどを。好き放題扱ってあげましょう。日向の匂い、火薬の匂い、はち切れそうでしょ。お参りしていきます。いいでしょう。この私が、あくまで華麗に。私の神殿ご覧になります。天罰てきめ、人類反省、幸福勧告。ご冗談を。打て。動かないの。雨のように逃がしません。コッパみじん、ひょいひょいひょいっと。はいはい、こちら。許しません。浮気現場発見。ジェイルはお好き。清掃の時間ですね。もうふっと消え去れ。ゴミは跡形もなく、ね。ご利益ご利益。身の程をお知りなさい。降り注げ、大日照。特別サービス、受け取りなさい。有料兵器と認めましょう。無駄ですよ。あ、これ無理ですね。小屋スカや森に帰ります。マスター、怒らないから白状なさい。
よそ見してましたわね。人間の火力ではどうあっても私には及びません。おとなしく我が社に入、いいえ、我が軍門に下りなさい。次の戦場に案内してください。まだまだ打ち足りません。生きている者がいれば私の社に、愛玩の檻にてたっぷり分からせますので。なぜ私がサーヴァントとして皆様の召喚に応じたのか、そもそも光のコヤンスカヤとは何なのか、残念ながら今はお教えできません。私と未来のあなたの日三つということで。フォックスと名乗っていたのは、まあ何です、オリジナルの心霊への当てこすり、いいえ、リスペクトということで。変装のうまさだけはオリジナルの方の影響ですわ。いつもごひいきありがとうございます。カルデアの仕事はやや刺激に欠けますが、危険度だけは常にトップクラス。思い上がったおバカさんたちを蹴散らすのは極上の喜びです。そろそろ頃合いでしょうか。いいえ、あと一声、あともう少し太らせてから。いいえ、何でもございません。幸福の絶頂、今しばらくご堪能のほどを。楽しいですものね、勝ち続ける人生は。もっともっと高いところにご案内して差し上げますわ。何度倒れても立ち上がる。敵側として見ると虫図が走りますが、味方側で見ると胸が高鳴ってしまいます。いい気になってボロボロになって立ち直ってまた傷ついて、あなたは何度味わっても飽きない牧場のエンターテインメント。今では私にとって一番の有料兵器。あなたがくじけるその日まで嘘偽りなく全例で逆奉仕させていただきますわ。私は生まれ変わった新しいタマモビッチ・コヤンスカヤですので、過去のことを話題にされては返答いたしかねます。そのあたり空気読んでいただけますか。人類はまあ銃弾一発程度の価値ですが、それはそれで評価に値すると言えるでしょう。戦器の女神として決して無駄には使いません。ええ、一発も。図に乗った人類を分からせる、それが私の方針です。ですが調子に乗るなと言っているのではありません。むしろどんどんお乗りください。私、小さな山を蹴散らす趣味は持ち合わせていませんので。今まで私の気のせいと思っていましたが、あなたからの信頼は本物のようですね。有人兵器を使う気はありませんでしたが、どうしてもというのなら私の隊舎に登場いたします。兵器すらおもちゃにしてもてあそぶ愛玩の獣、それが私コヤンスカヤウェポンです。だというのに、はあ、まさか兵器以外におもちゃにしたいものができるなんて。これというのも愚かな人類の中でもさらに愚かなあなたのせいです。神として宣言しておきますが、もう手放しませんからね。